アメリカ空軍が新型爆撃機 B-21 レーダーの試作機を5機すでに完成させたという情報をゲットしました。今回はこのレーダーの実戦配備計画について紹介したいと思います。中国は外側を真似るだけで中身は全く別物を作り出しますからね。本当、今では世界が困っています。本人は知らないよね。B-21 レーダーとはどういうものなのでしょうか？アメリカ空軍の次世代長距離戦略爆撃機として開発中と噂されていたのが B-21 レーダーでした。しかし、この機体のデータはアメリカでも最高レベルの軍事機密ということで、内容はほとんど知ることはできませんでした。こういった厳しい情報統制を受けていた B-21 レーダーですが、2021年3月には、実際に運用予定と推定されるサウスダコタ州のエルスワース空軍基地に、新しい施設が建設されたことで、B-21 レーダーのサイズが推理できることになりました。施設の大きさから推理すると B-21 レーダーは、全長約 15M、全、幅約 42M と思われましたが、これに間違いなければ、現在活躍している最新鋭爆撃 B2 よりは長さ、幅、ともに 6M ほど小さくなったようです。こういった推測データが正しいかどうかはわかりませんが、2021年6月上旬には、アメリカ下院の軍事委員会公聴会で、B-21 レーダー試作機2機の組み立てが完了したという発表があったので、やがて、人々の前に、その勇姿を表すのではないかと、期待が寄せられていたのです。ただし、この B-21 レーダーの試作機が完成したというニュースについては、他の軍用航空機、例えば F-35 ライトニング2など、が、スケジュール、予算の両面から、計画とは、大幅にずれていること比較されました。つまり、他の航空機の製造は、スケジュール通りにいかないのに、B-21 レーダーは、すんなり進んでいるということだったようです。アメリカ空軍の地球規模攻撃軍団、アフグスク、エアー、フォース、グローバルストライキコマンドの令司令官は、B-21 レーダーを早期に戦力化することを訴えていました。下院軍事委員会も、スケジュール、予算ともに、遅延なく開発が進んでいることを認めていたのです。それにしても、地球規模攻撃軍団という名前は、すごいですね。特撮ドラマに登場する敵軍団のようなイメージです。そして、2021年9月30日、アメリカ空軍のケンドール長官からの発表もありました。B-21 レーダーは2機ではなく3機を加えた計5機を製造中と同空軍協会のカンファレンス席上で伝えたのです。B-21 レーダー自体の仕様などは何一つ明らかにされていません。が、開発そのものは順調に推移していることは事実のようですし、2025年前後には実戦配備されるだろう。生産数は計100機にもなるだろう。この2つについての実現性が増してきたようにも思えます。2021年9月現在、アメリカ空軍は3機種の大型戦略爆撃機を保有し運用しています。新しい方から B-2 スピリット、B-1 ランサー、B-5 にストラトフォートレスの順です。中でも注目なのは、最新の B-2 スピリットです。この爆撃機の開発史は古く、旧ソ連との冷戦時代後期の1978年、昭和53年頃から開発が進められていました。従来の爆撃機とは違って、水平及び垂直尾翼のない全翼構造のステルス爆撃機だったのです。
実際に配備がスタートしたのは、旧ソ連崩壊後の1997年、平成9年からでした。B2 スピリットは、当時の旧ソ連が備えていた厳重な防空網を突破して、陸上の大陸間弾道弾、ICBM 発射基地などへ核攻撃を行う爆撃機として開発されたそうですが、実際に就役した時にはターゲットであるはずの旧ソ連は、すでに消滅した後でした。ということは、B2 スピリットの存在理由が失われてしまったとも言えましょう。存在理由がなくなった結果、B2 スピリットは、132機の生産予定だったのに21機、つまり6分の1に削減されてしまったのです。使わないものをたくさん作る必要はありませんよね。しかし、逆説的に、その少数ゆえに、製造コストが跳ね上がることになり、1機あたり単価は2000億円以上の高額になってしまいました。なんと、アメリカ海軍の主力イージス駆逐艦アーレイバーク級1隻よりも高額になり、世界最高額の航空機になってしまったのです。レアものゆえの宿命なのでしょうか？この航空機には、機体ごとに名前が付けられています。しかも、その名前は、第二次世界大戦時に、戦艦の名前として使用された、アメリカ各州の名前です。逆に言えば、その名前ごとが、この戦略爆撃機が、高い価値を持っていることの証拠なのかもしれません。一機あたりの高額製造コストもですが、B2 スピリットは、高度なステルス性能を維持するため、本体のステルス塗装にも、巨額のメンテナンス費用と設備が必要だったので、ミズーリ州のホワイトマン空軍基地を拠点としていました。この爆撃機は、1999年、平成11年のコソボ紛争へ初出陣し、その後は、アフガニスタン、2011年、平成23年のリビア空爆などへも、この基地から出撃しています。しかし、2003年、平成15年のイラク戦争には、インド洋のディエゴ・ガルシア島をイギリスから貸与されていたので、ここに配備され、B5 にストラトフォートレスと一緒に出撃しました。ちなみに、ディエゴ・ガルシア島ですが、2016年、平成28年末に、イギリスからアメリカへの貸与期限を迎えたのですが、20年間の貸与期限延長が行われ、2036年までとなりました。2019年2月に、国際司法裁判所から、統治終了の勧告が出されましたが、強制力がないために、現在も継続して使用されている状態です。インド太平洋地域で中国があからさまに軍事的伸長を進め始めた2020年、アメリカ空軍は B2 スピリット用の施設をこの島に整備して配備しました。今後は中国への抑止力としてこの爆撃機を利用する戦略を展開させるようです。B2 スピリットの収益によって退役が決定した。もう、一つの戦略爆撃機が B1 ランサーです。この機体も、長く活躍しました。今から、30年以上前の1986年、昭和61年に実戦配備され、可変翼がついた、初の超音速爆撃機として、1970年代に開発された機体で、初期の A 型と、後期の B 型の2種類が存在します。前述のように、B2 スピリットと B1B ランサーの全機体液を。前提として、B21 レーダーの配備が計画されています。現実的と、思われますが、どうしても気になるのが価格ですよね。B21 レーダーのユニット単位での経費は、
一機約5億5千万ドルと言われ、現在の為替レートで計算すると、日本円で約612億円ほどになるようです。B2 スピリットが一機2000億円以上ですから、金額を並べると安いように感じられてしまいますね。決して安い金額ではないのですが、アメリカ空軍は70年も前の1955年、昭和30年から投入した B-52 フライングフォートレスに延命措置を行って1世紀近くも運用する計画を立てているそうです。なぜ？と疑問が浮かぶのですが、アメリカが制空権を持っている戦場ではこの機体を使い、係争中の戦場へは B-21 レーダーを派遣するという使い分けをするのではないかと推測されています。こういう戦略が可能な、ところが、アメリカの軍事大国たるゆえんでしょうか。旧ソ連がアフガニスタンに侵攻したのが、1979年、昭和54年のことでした。当時のアメリカ大統領カーター氏は、これにすぐさま反応。翌年に予定されていたモスクワオリンピックから、自国の選手はもちろん、西側諸国の選手たちも参加ボイコットという事態になりました。アフガニスタンの混乱は、その後の IS やタリバン政権などを含めて、20年も続いています。今年2021年アメリカ軍は、この国から完全撤退しました。撤退はしたものの、様々な課題は山積みのままです。将来的に B-21 レーダーのような長距離戦略爆撃機がどこに投入されるのか、アメリカの国家戦略にも影響を与えることが考えられます。アフガニスタンを含む近年のアメリカ軍の長距離戦略爆撃機の使用目的は、制空権を握った地域へ通常兵器による制圧爆撃が主体でした。正規軍とは異なる武装勢力への攻撃を主眼として実施されていたのです。アフガニスタンで言えば、政府軍ではなくタリバンを攻撃したはずということでした。これからは、再び、国家同士、正規軍同士の戦争の時代へ回帰するという指摘もあります。ということは、戦争範囲の拡大や人員の被害も大きくなることでしょう。最悪の想定は、核兵器の使用です。嫌な時代になりそうですね。この説の通りの戦争状態になるとすれば、アメリカが最も警戒するのは当然中国です。B-21 レーダーは中国に対する圧力として使用されることは容易に予想されますね。もちろん、どこに配備されるかについても世界中が注視することは間違いないでしょう。